この地球に暮らす生物すべてが可愛くて色とりどりで美しいというわけではありません。中には知らなければよかったと思うような恐ろしい姿形をした動物もわんさかいます。準備はいいですか？今回紹介するのはにわかには信じがたい怖くて奇妙な生き物トップ16です。叫ばずにはいられないかもしれませんよ。第16位、ランキングの幕開けを飾るのはイランの砂漠地帯のみに生息している動物です。イランに旅行に行く予定がない限りお目にかかるのは写真だけで済みそうです。安心ですね。ご覧ください。スパイダーテールと鎖蛇です。この蛇はクモにそっくりな尻尾を動かし獲物をおびき寄せるんだとか。ご馳走を見つけたと思って飛んできた鳥は蛇のメインコースに早変わりというわけです。第15位、陸上よりもはるかに多くの生物が生息している広大な海。未知の領域も多く、運が悪ければ想像を超えるほど恐ろしい生物に遭遇することもあります。ある漁師が釣り上げたのはにわかには信じがたい奇妙な生き物でした。体長5メートルを超える超巨大なノコギリエイです。ノコギリで獲物を切り刻み肉片を食べるというこの魚、あなたは知っていましたか？第14位、ネズミが好きな人はそうはいないでしょう。人間の食料を荒らし伝染病を媒介する厄介者であり、最も忌み嫌われる哺乳類です。でもこれからお見せするのはただのネズミではありません。この裸デバネズミは体毛を全く持たない世にも奇妙な生物です。長生きで病気に強いといった謎の能力を持ち、アフリカでトンネルを掘って暮らしています。日本には生息していないのでご安心を。第13位、南の島への休暇中くらいリラックスしたいですよね。でもこんな巨大な節足動物がうようよしていたらそうはいきません。東南アジアの島々、沖縄諸島への旅行を予定している方、この生き物の存在は知っていましたか？名前はヤシガニ。この巨大な甲殻類が持つハサミは硬いココナッツだって簡単に割ってしまうほど強力です。幸いベジタリアンなので人間は攻撃しません。でも遭遇したら気絶しかねないほどの大迫力ですね。第12位、南米チリとペルーの海岸にはある奇妙な生き物が生息しています。一見岩のようですが割ってみるとなんともグロテスク。フュラチレンシスと呼ばれるホヤの仲間で食べられます。聞き間違いではありません。現地の人は赤い身を煮込みなどに使うそうでなかなか美味しいんだとか。第11位、海の生き物といえば魚とはいえ実に多種多様で、水族館で人気のある美しく華麗なものばかりではありません。魚といって思い浮かべるのはニモみたいな可愛い熱帯魚がおなじみの料理かもしれません。でも可愛くも美味しくもなさそうな魚も多く存在します。例えばこのオオカミウオ、恐ろしい顔つきです。口の中には鋭い歯がびっしり。遭遇したらすぐに逃げ出した方が良さそうですね。第10位、おなじみのタコに驚くことはなくても、陸上の生物にしかもその口元にタコが生えていたらびっくりしますよね。これからお見せする生物はかなりユニークです。では心の準備はいいですか？ランキング第10位は奇妙な鼻が特徴的な、その名も星花モグラ。視力はなんとゼロ。鼻の触覚のみで餌を察知する驚くべき感覚能力を持っています。隠れても無駄。星花モグラは確実に獲物を見つけ出す、水中でも匂いを嗅ぐことができる非常に珍しい動物です。第9位、トコジラミなど人間を攻撃する厄介な虫はたくさんいます。しかし水中に生息するこの虫はさらに獰猛です。南米オオタガメは世界最大にして最強の肉食性の水中昆虫です。川や池などの淡水に生息し、魚やカエルも捕食し、サイズはこの通り。こちらは卵を背負っているオスのオオタガメです。小煩悩なパパですね。でもちょっと気持ち悪い。第8位、ランキングも残り半分、どんどん行きましょう。ウナギやハモなどヌルヌルとした長細長い体をくねらせて泳ぐ魚が苦手な人は目をつむった方が良いかもしれません。しかしウナギ目の魚の中でもド迫力の顔の持ち主はこちらでしょう。ウツボは大きな口、鋭い牙のような歯、強い顎を持つ大型の肉食魚です。
岩場の陰にじっと隠れ獲物を見つけたら音もなく近寄りガブリ。第7位、母親はその母性で子供を守ってくれる強く美しい存在です。虫の世界にも子育てに励む母はいます。でも次の写真で絶叫しないようにしてください。ムカデの母親が卵を大事に抱いています。母ムカデの無数の足が透明がかった風船のような卵を抱く姿はおぞましくもあり、不思議と心を動かされます。第6位、グロテスクなものに強い人にとっても次の生き物はかなり強烈かもしれません。魚の下に歯と爪でしがみつく寄生虫をご紹介します。魚の口の中や体にへばりつき体液を吸って生きるこの虫、漢字で魚の餌と書いて魚の餌と呼ばれ、太平洋に広く生息しています。さも恐ろしげでグロテスクな生き物ですが、つがいで寄生し宿主が死ぬまで離れないことから、江戸時代は縁起物として扱われていたそうです。第5位、海の生物が多数ランクインしていますが、海はほとんどがまだ未知の領域で、できれば知りたくないような神秘が眠っているのも海なのです。次は世界各地に生息し、まるでホラー映画から抜け出してきたような生き物です。ヤツメウナギと呼ばれるこの生物はウナギとは無縁で、歯はびっしり生えているのに顎がありません。原始的な特徴を今に残す生きた化石とも呼ばれ、河川や海などに生息しています。日本にもいるので、今度川や湖に入るときは注意してみてください。こう見えても味はなかなか。食べたことあります？第4位、閲覧をご注意ください。ロアロアは可愛らしい名前とは裏腹に人間の目にも侵入し、移動経路に戦場の跡を残していく恐ろしい寄生虫です。様々な動物に寄生するロアロアはアフリカアブによって媒介され、眼球に侵入されると最悪の場合失明してしまうことも。幸い手術で取り除くことはできますが、17年も生き続けることができるので放っておかない方が良いでしょう。第3位、いよいよトップ3。ワースト3にランクインしたのは一体どんな生き物でしょう。第3位も寄生虫です。寄生虫といえばシラミやダニが一般的ですが、見た目も生態もさらに恐ろしいものが存在します。ゾンビなんてこの世にいないと思っていたら大間違い。この生物がその証拠です。これはアジアに広く繁殖する寄生バチに卵を産みつけられた昆虫の幼生です。幼生の体内でハチの子は成長し、宿主が死ぬまで内側からゆっくり肉を食べ続けます。まさに地獄絵図ですね。食事前にはなんともきつい絵です。第2位、栄えある第2位は深海の奥深くに生息するミツクリザメです。そのおぞましい姿から英語ではゴブリンシャークとも呼ばれています。ホオジロザメなどに比べると攻撃性はありませんが、一度見たら精神的ダメージを相当食らってしまいそう。まるで地球外生命体ですね。ゴブリンシャークは体長2メートルから6メートルで、全身は薄いピンク色をしています。幸い通常は海底で静かに暮らしているので出くわすことはまずないでしょう。それだけでもホッとしますね。第1位、第16位から見てきたランキングもいよいよ第1位の発表です。世界の奇妙で恐ろしい生き物の中でトップに立つのは何でしょう。川の中に生息するこの生き物は見た目はまるでメダカのようで小さくてキュート。でも遭遇したら最悪の事態を引き起こしてくれる超危険生物です。アマゾン川に生息する肉食淡水魚カンディル。人間も襲い、特に性器から体内に侵入します。この魚はアンモニアに反応して集まり、尿道などの穴から集団で侵入するのです。カンディルは肉を食いちぎる鋭利な牙を持ち、噛まれればもちろん激痛を伴います。生物とあらば容赦なく集団で襲いかかる、アマゾンではピラニア以上に恐れられている存在です。可愛い顔して恐ろしいことをしてくれるカンディルが見事ランキング1位に輝きました。このビデオを見て川や海に入れなくなった、殺虫剤なしではどこにも行けないなんてことにならないことを願っています。あなたが一番ゾッとした生き物はどれですか？ぜひコメント欄で教えてください。このビデオが気に入ったらいいねを押して YouTube チャンネルを登録するのもお忘れなく。
それではまた次回をお楽しみに。